呼吸した勝ちほが原は、鹿児島県霧島市に所在する、霧島山の中岳と小鉢との谷間にある地名である。古くは瀬、田尾瀬と呼ばれており、中世にはこの場所に霧島神宮があったが、小鉢の噴火による消失後の現在は呼吸死が残されている。標高は970メートルあり、赤松などの林に囲まれている。ここから中岳、 新し年竹方面及び、小鉢・高地保本方面への登山道が伸びており、霧島山登山拠点の一つとなっている。周辺には、宮間霧島郡記事をめぐる散策路やキャンプ場などが整備されており、霧島山に関する情報を提供する、ビジターセンターや売店、駐車場などがある。各施設は自然公園財団によって管理運営されている。 天村降臨日もろぎ祭場かつて、霧島神宮があった場所は呼吸市と呼ばれている。毎年11月10日夕刻に、天村降臨後人化祭が開催される。これは、天村の二二義の御子が、高千穂峰に下った際、これをシャルタヒコ神が火を焚いて迎えた、天村降臨の故事にちなむ。祭壇前で五人化が焚かれ、神職らが大祓いの言葉を唱えながら、祈願札を火にくべる。 天村降臨九面太鼓が奉納される。霧島神宮は古くは、高地穂峰と五八の間の、瀬門宮にあったが、五八の噴火によって、たびたび炎上し、延暦7年7月の狐峰の噴火で消失したため、天暦年間に、昇空によって高地穂川原に再興された。しかしながらここも1234年1月18日の五八の噴火によって消失してしまった。 霧島神宮は後に別の場所で再建され、高千穂川らには社殿の跡地が残るのみとなった。1940年、後期2600年記念事業の一つとして斎場が作られた。1958年に駐車場が整備され、霧島山の観光拠点の一つとなった。1962年5月6日には、当時の皇太子、 秋人新王と皇太子姫子が訪れ、出迎えの周辺住民など6000人余りが集まった。鹿児島県霧島市霧島田口2583の12、霧島山登山、コースデータ。全長制覇100名山。2020年8月22日閲覧。AB、官平だより。官平高専販売所。2020年8月22日閲覧。 古川光編、広報霧、島田 E133 号霧島町、1962年6月5日、ありがとうございます。